これコーヒーセットよ。ハゼさんはコーヒーが大好きだから美味しく入れてあげなきゃダメよ。これね、おつまつですけど、本能祝い。まあかわいい。ありがとう。さてと、みんなが贈り物したんだから俺も贈り物したいんだけども、花嫁さんばっかりにしたから俺は一つ花もかにしようかな。どうだこれ兄貴。おお、千吉、いいもの持っていたな。ああ、こいつは1910年のエルジンでなかなか手に入るもんじゃねえぞ。あ、そうだと。俺もちょうど一つ。ほうてな。マストにやったってやったんだ。これはやったんじゃない。これは俺が本当に買ってきたんだから。ありがとう。キーランさん、お届け物です。什么呀？何？三浦俊子さんからね。どうしたの？すごいね。綺麗だ。綺麗。とっても綺麗。お、手紙入ってるよ。ケイランさん、私の真心を込めた贈り物です。どうかこれを着て式をお上げくださいまし。お二方の幸福を心からお祈りいたします。どこで覚えたの？三浦俊子さんがいつも歌っていました。私それを聞いて。そうか。それで覚えたんだね。はい。シナの夜。遅くなってすまなかったな。船長おめでとう。あ、ありがとう。奥さんもおめでとう。実はケイランさん、私はあなたに対して非常に残酷なことを言わねばならぬ役目を引き受けてきたんです。え、
何ですか。長谷君に重大命令が下ったのです私としても実に言いにくいことです。しかし慶蘭さん、日本人はこうした際にも一度命令が下れば毅然としてその任務に行くものです。慶蘭さん、長谷君の妻になられたあなたはこの日本人を理解せねばなりません。乗船は何時でしょうか。午前0時です。あと50分。長谷君、頼むよ。